鹿児島県民にありがちなこと。さあ今回はどんなことがあるんでしょうか。行ってみよう。何やってんのよガチコ。いや今日は本当に風が強いなと思って。それをわざわざあんたがもう一度再現しなくていいのよ。いやこうやってしたくなるほどに風が強いということよ。ほらあんたの髪の毛だってボサボサよ。そういうあんただって、うん、内葉マダラみたいになってるわよ。いやまさかの内葉の闘志、ものすごいボサボサやん。はいこれ。いやマダラが持ってる芭蕉扇どっから持ってきてん。はあもうやだやだ、髪削ろっと。髪を削る？そうよ、もう削らないとやってらんないわ。何今度は貴様にでもなる気？切るのではなく削るって何やらしとんねん。めっちゃノリノリじゃないのよ。だって削るって。ああ違う、髪を削るっていうのは溶かすって意味よ。それって鹿児島弁？そう、失礼しました。髪を溶かすことを髪を削ると言いがち。やってみたかった。ああ今からどこ行くよ。そうだな、腹減ったしファミレスにでも行くか。ファミレスか、うんいいね。よしそうと決まればレッツゴー。おうレッツゴー。え、どうした？おいおいおい、ありよありよ、あれ見てみろよ。なあ似てるだろ、あの風貌と体格、そして浴衣に千葉県。どっからどう見ても西郷隆盛に似てるよな。てるや。何するんだよ。てめえ今誰を呼び捨てにしたんだえこれ。え、呼び捨てって西郷隆盛。ひん、苦しい苦しい。西郷隆盛さんだろうが。え、さん。そうだよ、西郷隆盛さんを呼び捨てにしようなんざ10年早いわ。10年でいいんか。歴史上の人物に10年は短いと思うぞ。はっ、うっかり下脱か。西郷隆盛をめちゃくちゃリスペクトして言いがち。さんな。あーごめんごめん、西郷隆盛さん。おいっす、さーて行こっか。よくもまあそんなのんきな顔で来れたわねガチコ。何時だと思ってるの？え今7時。待ち合わせ時間は5時。よくそんな平然と言えるわね。肝玉何個あるのよ。80個。スラッと答えるな、しかも多いな。もう気にしすぎよ、私ちゃんと。え17時に家出たもん。待ち合わせ時間に家を出るという教育を受けてきたのかな。しかもここまで2時間絶対かからないし、あんた寄り道してきたでしょ。うんカラオケ行ってきた。今からカラオケ行くのにすごいな、本当に肝玉80個ありそう。さすが遅刻魔って言われるだけあるわ。え時間に対してゆったりなため、集合時間に家を出ることがありがち。ダメだろ時間守れ。もうこんな時間か、夜ご飯食べないとだけど作るの面倒だな。ま、手でいっか、昨日もだったけどカップ麺でいいや。はい、お湯注いでと蓋閉めて、3分間待ってやる。一人で何しとんねん。でも最近俺お腹出てきたし、健康診断でも食事注意されたんだよな。まあ明日からでいいか、3分間待ってやってるしな。あー間違えた。3分間待って、もういいわ。のんびりした性格で本当にヤバくないと適当でありがち。あ、てげでありがちだね。はぁ、友達の家に泊まるとか高校生ぶり。こういうの楽しいよね、なんか懐かしいな。いや寝れるかな、ちゃんと寝れるかな。私興奮して朝まで起きちゃいそうだよ。え、興奮する？ちょっと待ってガチコ、私そういう趣味はないから。あなたとそういうこと。違うわよ、そういう興奮じゃなくて楽しくてってこと。あ、そういうこと。当たり前でしょ、なんでデフォルトがそっちなのよ。あ、ごめん、多様性の時代。まあそうだけど、なんかごめん。いいよ気にしないで。なんか尺だけどまあいいや。あ、そういえばガチコ。何？明日の朝ごはんなんだけど、今うちにあるのがご飯とお漬物と、そして納豆と。無理。びっくりした。あれ納豆無理だったっけ？うん無理。無理言うとる。無理なのね、分かったわよ。だって。何？あんなもん食べ物じゃないわ。言いすぎ。さすがにそれ言いすぎ。画面の奥の納豆好きの皆さん本当すみませんでした。無理。無理言うとる。納豆が大の苦手な食べ物でありがち。人によるんじゃね。お、この店カジュアルでいいじゃん。確かにな。入ってみようぜ。あう。まあとりあえずビールだろう。アリオは？なんだ第二形態になるのか。そんな変身しそうだった。うん、戦闘力100万ぐらいはくだらなさそう。誰がフリーザ様だよ、ちげえよ。ほらこれ見てみろよ。ん、ほら焼酎が全然ねえんだよ。ああ、まあでもここはカジュアルな店だし、それは仕方ないんじゃない。いいな、鹿児島だったらどんな店だとしても焼酎はあるんだよ。こんなカジュアルな美しい店でも絶対に焼酎は置いてるんだ。情緒どうなってんだよ。まあ仕方ねえじゃねえか、ないもんはないんだから。へん、なんだ立ち上がって。ちょっとコンビニ行ってくる。焼酎買いに行こうとしてんだろ、やめとけ。どの店にも基本焼酎がデフォルトで置いてあると思っていがち。多分持ち込みダメだと思うぞ。お姉さん、ちょっと俺と飲んでいかない？なんかめんどくさそうなのに絡まれたな、もう。今。めんどくさそうなクソ野郎に絡まれたと思ったでしょ。クソ野郎までは思ってないよ、めんどくさいと思ったけど。ていうかよくそんな自分を卑下するタイプなのにナンパしようと思ったね。それは俺に一つの大きな武器があるからさ。武器？それは。酒に全然酔わない。え、酒が強いってこと？そう、いくら飲んでも酔わないんだ。
ちなみに私結構強いけど大丈夫？ほう、じゃあ俺と勝負だ。俺が勝った暁にはホテルって言いたいんでしょ？うん、よくわかってるね。まったく、まあそれはさておき、お酒は飲んであげるわよ。よーし、やった！1時間後。何、もうバテたの？いや、もうバテたってどれだけ飲んでると思ってんすか？こんくらい。いや、手の形と奥に見える景色に誤差がある。ねえ、強いって言ったでしょ？鹿児島の女を舐めるんじゃないわよ。はい、すみませんでした。焼酎で鍛えられて酒が強い人が多くありがち。おお、酒豪が多いんだ。よーし、久しぶりに鹿児島に帰ってきたぞ。やっぱり地元は落ち着くな。久しぶりに空見たら雲のサイズめっちゃでかいな。今日の桜島は絶好調だよ。空見てみんな。いや、ほんとそうですね。雲見たらほんと絶好調。そうそう、これこれ。鹿児島って桜島にちなんだ挨拶をするんだよな。やっぱ地元っていいな。鹿児島県民の挨拶は桜島にちなんだものになりがち。地元ネタというやつかな。鹿児島に帰省、ついに帰ってきた。1年ぶりに帰ってこれた。とりあえず家まではちょっとだし、歩いて家まで帰るか。にしても久しぶりだな、この景色。ちょっと今日は火山灰多めだけど、それも鹿児島らしくていい。ひゅっ、ぬわっ！ガチコ、眼球にダイレクトアタック。なんでよ、私だってメガネかけてるのになんで入ってくんのよ。歩いていると目に火山灰が当たってくることがありがち。こうは荒い荒い。ここが俺が学生時代よく行ってたラーメン屋なんだよ。へえ、なかなか老舗感があるな。いい風情だろ。そして味も超うまいんだよ。それは楽しみだ。早速食べようぜ。おう、店内。まだメニュー決まってねえのに食いすぎだろお前。何がだよ。だってお前メニューにもメモくれずずっと漬物食ってんじゃねえかよ。だってうめえんだもん。そういうのってラーメンとかと一緒に食うんじゃねえの。あ、なくなった。おい、マジか。注文の時におかわりお願いするよ。先に持ってきてもらおうよ。いいから先に注文しろ。鹿児島県のラーメンには漬物が常備されていがち。食いすぎ絶対店員に嫌がられる。久しぶりに大根の漬物を食べたいな。いや、こっちでも食べれるんだけどさ、やっぱ鹿児島のやつが一番美味しいんだよね。はい、どうぞ。うわお、まさかの通りすがりのおばあちゃんがくれるなんて。面識ないんですけど、いいんですか？食べたいって聞こえたからね、どうぞ。いいんですか？ありがとうございます。作りすぎたからちょうどよかったよ。この温かさ、なんだか泣けてきちゃうな。美味しくいただくね、おばあちゃん。誰がばあちゃんじゃ、もう一遍言ってみ。そこは切れるんかい。ごめん、お姉様。親切で人情深く、温かい人が多くいがち。でも若くは見られたいらしい。よーし、実家着いたぞ。ここがアリオの実家か。頼もう。実家に道場破りみたいに入んな。あれ、誰もいねえのか。うん、そうみたいだな。たくよ、俺が帰ってきたのに、出迎えもなしかよ。図が高えな、お前は。なんだこれ。どうした？なんか床がザラザラするんだけど、何？マジ？なんだ、どうした？これは、火山灰だ。火山灰？家の中なのに？誰かが窓を閉めずに家を出たんだ。ああ、そういうこと。中に入ってきちまったのか。俺さ、床がザラザラするの、嫌いなんだよな。ハンマーの手入れをしながら言わないでもらえるか、めっちゃ怖い。窓を開けていると、家の中に火山灰が入ってしまうことがありがち。ああ、掃除大変そう。ガチコ、お帰りなさい。よく帰ってきたわね。ただいまー。いやー、歩いてたら、おばあさんからお漬物もらっちゃったよ。あのおばあさんって言ったら切れる人ね。お母さんも会ったことあったんだ。そうだ、お母さんに渡したいものがあって。何？どうぞ、この中に入ってるよ。ガチコ、あんた、なんで東京のお土産なのに。火山灰袋の中に入ってるのよ。いや、火山灰袋で黄色に黒文字の袋ですけど、違うわよ。これはドンキホーテの袋。ドンキ。ドンキ？そうよ。いや、似すぎでしょ。なんでこんなもんに入れて帰ってきてんのよ。いや、まだ怒るんかい。降ってん、どないなってんの。ドンキホーテの袋と火山灰を捨てる袋が似ていがち。なんでそんなに怒ってんの、ほんと。というわけで皆様、今回もご視聴ありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。